はい、クラピアチャンネルです。今日はですね、以前にもちょっとお話ししたんですけども、雪が溶けたらですね、苔の発生がかなり、見られました。特にビニールトンネルの中は湿度がちょっと保たれるためにですね、こういった感じで舗装林檎と呼ばれる苔がですね、かなりもう原曲はびこっている状態ですね。その他にもゼニゴケですか。ゼニゴケもここら辺に来るとチラチラと、これがゼニゴケかな。ゼニゴケも見えるし、苔ですね。もう苔類がですね、びっしりも生えてる状態ですね。まだクラピアがですね、寒いために、完璧に復活してないんで、もう苔がかなりはびこってる状態です。ビニールトンネルの外もですね、こんな感じで冬枯れているクラビアのところに苔が元気に育って、苔の緑がね、ちょっと気になるような状態ですね。感じですね。今までも使ってきたですね、苔専用の除草剤があるんで、今日はちょっと早速、あまり、ひどくなる前に一旦ちょっと除草剤を撒いて、苔をね、取り除きたいと思います。はい、ですね、苔に使う除草剤はいつも使っているキレダーを使います。しばらく、ここ数年、ここ2、3年くらいはキレダーを使って苔を取り除いていました。先ほど言ったゼニゴケとか、あと細売りゴケ、もうこのキレダーを使うとですね、クラペにあまり影響を与えることなく綺麗に取り除けるので、結構重宝して使ってました。で、今回もキレダーを使って、苔の、除草をします。はい、キレダーはですね、倍数から言うと、ここにちょっといろいろ書いてるんで500倍とか、あとその他に平米あたり何グラムっていう表現ですね。この芝なんかはそうですね、平米あたり3から4グラムとかっていうふうに書いてましたけども、倍数で言うとちょっと濃いめにいつも作って、散布してました。倍数で言うと、平米あたり4グラムで、平米に1リッター散布するようになるんで、もう4グラムだと1リッターあたり4グラムなんで250倍ですね、で作って、大体なんですけど1平米あたり1リッターを散布するような目安で巻くと、綺麗にですね、苔がなくなるような感じでしたんで、今回も250倍で作って、3リッターくらいですかね、あまりそんなに巻くところないんで、3リッターくらい、3平米ぐらいに散布するような感じで作ります。はい、で早速3リッターに作るんで4グラムで12グラムをちょっと取ります。で、キレダーはかなりオレンジ色の、なんていうんですか、薬剤っていうんですかね、手につくんで、手袋は必需品です。そうでないともう、あっちこっち、オレンジ色だらけの、こんな感じの、ピンクじゃねえや。オレンジ色の粉末なんで、あとね、ちょっとコロナ対策でマスクしてるんで、マスクもしてるんですけど、やっぱり粉末とか直接吸い込むとね、体にも良くないんで、これにも書いてるんですけどね、マスクとポーチ、メガネ、手袋もそうですけども、散布時はですね、保護具を着用するようにします。で、12g なんで、それ結構な量ですね、12g。ピッカですね。で、直接ジョロに入れると溶けたかどうかも判断できないんで、一旦計量バケツじゃないんですけども、ね、バケツにとって少し溶いてから入れた方がいいと思います。こんな感じですね。見るからにもう毒々しいような色なんで、こういったバケツとかジョウロにもね、色がこうついちゃうんで、本当はもう専用品の方がいいんですけどね、なかなかそうはいかないし、十分に洗って使う分にはいいと思うんで、
で、これであとバケツっていうか、あのじょうろの方に入れて、はちょうど3リッターになるように、はい、こんな感じですね。3リッターを作りましたので、これをあと直接あの苔にですね散布します。ほい、あの噴霧器で巻いても当然いいんですけども、噴霧器で濃い面作って噴霧器で巻くよりは、じょうろで、しっかりこう湿らすというか直接やった方がなんか効きがいい感じでしたね。気温も低いんで、劇的に次の日にはもうカレカレになるとかってそんなことはないんですけど、徐々にこう苔がね茶色になってきますんで、苔はねやっぱりちょっと雑草の中でもかなり取りづらいんで、こっちにもやります。本当にすっかり蔵ピアに混じってしまうと取るのが大変なんで、頃合いを見てこういった感じで、キレーダーとかキレーダーを使ってですね取るのがちょっと効果的な感じはします。はい、そんなわけでですね、今日は蔵ピアにはびこる苔を除去するために専用の除草剤、キリダを散布しました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、クラピアチャンネルをですね、登録してもらって、日頃こうしたクラピアのメンテナンス方法を、ね、お伝えしていますので、楽しみにしていただければなと思います。はい、以上です。